ちょっと書いたことないけど。書いてみようか。書いたことないけど。難しいね、練習しないと。
そんな感じの雰囲気にはなったんじゃないんですかね。これダメですかね。危ねえ。よし、そのまま書こう。これ手で持った方がいいやん。なんか雰囲気が出てればそれでいいと思うんですけど。赤座描いたことないからね、どんな感じかっていうのがちょっと分かんないんだよ、赤座。こんな感じかい。なんか髪の毛多いな。あとはどうしよう。こんな感じじゃなかったっけ、赤座。どう？初めて確認したらよくない？雰囲気だけある。うん。おお。何書こうか。ちょっとこれ、今よくわかんないやつ書いてます。鬼舞辻に寄せた感じなんですけど、鬼舞辻じゃないです。はい、紙書いていきましょう。お、いいんじゃない？はい。ってなまま感じです。なんか可愛いのかね。苦手だからさ、可愛いの。どうしよう。かわいいのってどうやって描くの？化け物しか描いたことないから、わかんない。
はい。あかん、かわいいの。ちょっと今調べますわ。こういう感じね。難しい。可愛いのってむずくないですか？自分だけ？あ、これ簡単そうだな。よし、行こう。行きます。おう。ほら、可愛くね？よし、オッケー。どうですか、クリオネ。他に何か言いのあるかな。顔、表情変えたらいいかもしれんね。よし、行こう。もっち。ダメか。かわいいイラストのイラストね。かわいいの難しくない？自分だけ？団子、ごま団子。これなんでしょうか。スヌーピー嗅いだつもりです。はい、全然可愛くないですね。
ドゥーン、ドゥドゥン、ドゥ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 。よし、またこの赤座みたいに書いたことないやつ書きます。いきます。それでは挑戦してみましょう。何か当ててくださいね。書けん、うまく書けん。ちょ、無理やり直そう。練習しないとダメだわ。うん、今日一番かけたのこいつかな。あ、赤座。おお、雰囲気出たな。じゃあまたなんかプレミアライブでもプレミアライブでも、コメント欄でもいいんで、なんか書いてほしいのとかしてほしいこと言ってください。うん、てなわけで、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。